千葉真一さんは息子兄弟が二人揃って恋人を紹介してくれたことを大層喜び、結婚を心待ちにしていたという。真剣佑のお相手は一般女性とされているが、実際には11年までドラマや映画に出演していた元女優だ。21年5月、フライデーは、九段の元女優、A さんと真剣佑の銀座デートをキャッチしていた。A さんは真剣佑よりも7歳年上。子役としてデビューし、モデルや女優として活動をしていました。将来有望な若手でしたが、20代前半で芸能界から引退したと聞いています。大手芸能事務所関係者。出会って約半年後、共通の知人であるワンオクロックの高34から真剣佑の連絡先を聞いた A さんがアプローチ。二人は程なく交際することになりました。真剣佑の知人。買い物を終えると、二人は裏原宿にある人気のカレー店によってランチを済ませ、運転手が待つ車へと歩を進めた。二人を乗せた車は、その後、数箇所寄り道をしてから愛の巣へ戻った。空手を学び、世界に羽ばたく姿は偉大な父と重なる。美女と浮き名を流し、家族を泣かすところだけは見習わないでいただきたいものだ。